はい、おはようございます。じゃあ今日もですね、質問に回答していきます、えー。トヨタのライズに乗っています。ターボエンジンでシビアコンディションなんですけれども、えー、整備士の人に2500キロごとにオイル交換をと言われました。 まあ汚れやすい環境ではあるんですけれども、オイル交換が忙しすぎます、えー、森本さん、どう思いますかということなんですけれども、まあ、そうですね、えー、まあターボエンジンの車はオイル交換を早めにした方がいいのかっていう話とか相談とか聞かれることあるんですけれども、まあくまで僕個人の意見だと思ってください、えー、僕はですね、えー、ターボエンジンだとしても、えー、特に早めることはしておりません、えー、5000キロで交換をしているという感じですね。 まあ、うちのお客さんにもターボ車乗っている人いますし、えー、うちが持っている車,自家用車同士、自家用車にもターボのエンジンが乗っている、例えばムーブとかね、えー、まあ、あるんですけれども、そういった車でもですね、特にターボじゃない NA と区別せずですね、えー、5000キロほどの交換をしております。でそれで、まあ、特に問題は起きていない。お客さんの車にも問題は起きていないというのが現状ですね。肌感覚です。えっ、ー、と、まあ、 ななんいいうかかデータとか何もでですす <laughs> 本当にですね僕の肌感覚でしか言えないんですけれども、エビデンス出せって言われたら出せませんので、えー、そのへんはあのもう僕の話はこんなもんだと思って聞いていただければいいと思うんですけれども、まあ、僕は2500キロだと確かに、えー、結構距離乗る方だとオイル交換忙しい、プラスお金がかかってきますよね、なのでまあちょっと厳しいという場合はです、ね、5000キロでいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じですね まあこの辺りもですね、結構ね、整備士の人でも、人によってですね、言う人、いろいろ言う人、いろいろ言う人っていうか、 何キロで交換した方がいいっていうのは、結構ね、話がね、違う可能性もありますので、あくまで僕がそう思うということで,で、この質問された方のうんなんていうんですかね、考える材料の一つとして、聞いていただければいいんじゃないかなと思います。た多分ですね、この動画のコメントにも、うちは何キロで交換していますよ、ターボエンジンだと何キロで交換していますよという意見もあると思いますので、そういったこの下のねコメントとかもえ見ながら、質問された方は、ご自身でえ判断していただければいいんじゃないかな なと思います、はいえー、というわけで皆さんもちょっとねご意見聞かせてください,、はい。というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。